女優の水川あさみが4日、都内で行な、割れた、NHKBS プレミアムドラマ、就活や、26日、50:00の記者発表会に出席。昨年の9月21日に、俳優の久保田正隆と結婚してから、初めてのドラマ撮影で、婚活にも励む、就活支援員を演じた水川は、顔合わせの時に、婚活中の役なのに結婚してすみませんと言わせていただきましたと、現場で謝罪してから撮影に臨んだことを明かした。水川は、一応、頭を下げてから現場入りましたと言い、共演の橋本淳は、あの時、すごかったよね。ニュースのトップだったもんねと祝福の言葉を送った。就活の経験を聞かれた水川は、デビューが中学生で、そのまま高校から東京に出てきて、この仕事。どこで女優と決めたというわけではなかったんですが、みんなと違うことをやっているが楽しかったんですと、今の仕事に至った経緯を話した。続けて、まだまだ勉強することはありますが、これ以上に面白いことができたらそっちに行くかもしれない。飽き性の私が長い間続けられるのは、やっぱりお芝居が離れられない場所なんだと思っていますと、芝居の魅力についても語った。同ドラマは、大学の経理課から、就活支援室に移動した、美濃座と水川が、型破りな就活支援に打ち込む、奮闘記を描いたもの。それまでは、婚活に励んでいた、美濃里だったが、就活や今年室長、加納、橋本に背中を押され、学生たちの応援にのめり込んでいく。モデルは、全国の国立大学で12年連続で、就職率1位を獲得している、福井大学のキャリア支援室。大河ドラマ、孝姫たちの戦国での撮影でも福井県と、関わりがあった水川は、2週間滞在したんですけど、人も優しくてフレンドリー。素敵な場所だと思いながら撮影できましたし、キャスト同士も仲良く案を出し合わせいながら撮影しましたと歓声に胸を張った。